さんこんにちは、もえみんです。今日は産後ダイエットの足痩せマッサージ編です。私がもう妊娠中を除いて4年間ずっと続けてる足痩せマッサージなんですけれども、すごいむくみの解消にもなるし、これをやってから太ももの間に隙間ができるようになりました。なのですごい効果があるので、ぜひやってみてもらいたいです。私はいつもお風呂の中で体洗ってる時の泡が残ってる状態の時にやってます。お風呂の中でマッサージやるの忘れちゃったっていう時とかは、外でこうやってボディクリームを使ってマッサージをしています。私はこのマツキヨ印のボディミルクを使ってます。はい、じゃあやっていきます。はい、まず手に取って、まあ、こういう感じでなじませます。で、まず足の裏からやっていきます。はい、足の裏をかかとからつま先の方面に向かって親指でグーって押します。これを30回下から上に向かってこれをマッサージをします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、そしたら甲ですね、甲を次はつま先から足首に向かってやります。この時に親指でやるんですけど、こっちは4本の指の腹でコマ滑らせます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、でやったら次は足首をほぐします。まあ、こうやってぐるぐるやったりとか、ここの足首ら辺の筋肉とかをこうやってほぐします。はい、そしたらその次、ふくらはぎですね。ふくらはぎもこうやって足首から上に持ち上げます。こうやってふくらはぎを挟んで親指でグググって筋肉を持ち上げるような感じでやっていきます。これは、まあ、最初に20回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ってやったら、こういう肉球の猫の手をして、この4つの関節のところでセルライトを潰すようなイメージで、割と私はもう強めにやってるんですけど、初めてやる人はすっごい痛いと思います。こうやって筋肉をほぐす感じで、これを30回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、そしたら次、この上、今下ふくらはぎのとこやったんですけど、上側もこういう感じでやります。これは20回。骨があるんですけど、骨の横の筋肉をほぐします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、で、そしたら次、膝の裏もほぐしていきます。手の4本の指で撫でるような感じなんですけど、強く、痛気持ちいいぐらいの強さで流します。そしたら膝の上のところも流します。そしたら次、太ももなんですけど、太ももも指の腹、老廃物を押し出すような感じでやります。これも20回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。ってやったら、次はさっきのふくらはぎやったのと同じで、また猫の手をして、ここの関節の部分でゴリゴリとやっていきます。これもセルライトを潰すようなイメージでやります。30回やって足りてないようであれば50回ぐらいやります。太ももは一番範囲が広いので、ではやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。
50回で私はちょうどいい感じで、はい、でそしたらまた足の先に戻ってここからこうやって全部ぐーっともう一回撫でるというか絞っていきます。こうやってやって最後にもう一回老廃物をお掃除するようなイメージで足先から太ももの付け根までやります。これをまあ5回ぐらいやります。で、やったら太ももの付け根です。付け根をグリグリって拳でほぐします。付け根がすごい老廃物がたまるらしいので付け根はゴリゴリって思いっきりやります。はい、そしたらこうやって太もものお肉をつまんでいきます。これで内側の太ももの脂肪を潰します。はい、そしたら最後もう一回上からぐーっと太ももの部分を下ろして終わりです。これをやると足がむくみやすい体質の人とかはすっごいむくみがすっきりすると思います。はい、なので今やったのを両足両方ともやります。時間ある時はこのくらいみっちりとやるんですけれど もうお風呂の中でやる時はもう本当になんか感覚で、あ、痛いな、もういいな、そろそろいいなっていうぐらいの感覚でやっちゃってます。はい、では今日は私の毎日続けている足汗マッサージでした。もうだいぶ変わると思うのでぜひこれはやってみてください。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また見てください。バイバーイ。